Pues está ya mirando, crochet de izquierda tremendo. はい、こんにちは。今回は大注目された大物ルーキーたちのデビュー戦を紹介いたします。Represented Mexico in the 2000 Olympic Games, and tonight he is making his professional debut. Introducing Francisco Panchito Bojado. メキシコ出身のフランシスコ・ボハドはシドニーオリンピックに出場し、アマチュア戦績168勝15敗という戦績を残し、2001年1月にプロデビューしました。17歳のボハドはパワー、スピード、コンビネーションパンチなどあらゆるものをマスターしており、すぐに世界王者になるとデビュー前から期待されておりました。ネクストデラホーヤと呼ばれたボハドは第2ラウンドに鋭いコンビネーションパンチから連打を放ち、デビュー戦を危なげなく飾りました。しかしネクストデラホーヤは伸び悩み、圧倒的に見えるそのファイトもベテランや元世界王者の前では通じず、ことごとく跳ね返されました。アマチュア戦績110勝1敗のマーク・ブリーランドは数々の大会で優勝し、ロサンゼルスオリンピックで金メダルを取る前からアメリカ史上最高のアマチュアボクサーと認められておりました。1984年11月にプロデビューしましたが、ファイトマネーは当時のレートで2000万円を超えており、アメリカ中から大きな期待を背負わされました。身長188センチ、リーチが197センチもあるブリーランドはアマチュア向きのボクサーで、鋭い左ジャブを突き刺し距離をコントロールしました。しかし、プロでは少しパワー不足の感が否めず、多くのパンチをクリーンヒットさせましたが、相手を倒すことはできず、判定勝利となりました。1989年アマチュアの世界大会で優勝したユーリ・アルバチャコフは、翌年1990年日本でプロデビューしました。アマチュアで165勝したユーリはすでに世界王者並みの実力があると言われ、デビュー戦の対戦相手はなかなか決まらず、ようやくフィリピン人のアラン・タナカに決まったのですが、有利のスピードあふれる攻撃が目立ち、試合は初回から一方的な展開になりました。この頃の有利はアマチュアスタイルからプロスタイルに切り替え中で、まだ一発の破壊力はあまりなかったのですが、連打のスピードは秀逸でした。迎えた第3ラウンド、当時ユーリはロシアンヒットマンと呼ばれていたのですが、ユーリの連打がマシンガンのごとく放たれ、アラン・タナカは防戦一方になり、レフリーがスタンディングダウンを取りました。
そして再開後、またもや冷酷なマシンガンが火を吹き、レフリーが再度スタンディングダウンを取ってカウントを数えてる最中、アラン田中を救い出すためにセコンドがタオルを投げ入れ、有利のデビュー戦が終焉しました。もう限界でしょう。仙台ジムアラン田中、第3ラウンド限界です。村田亮太選手はアマチュアで119勝し、2012年のロンドンオリンピックで金メダルを獲得しました。東洋太平洋メダル級チャンピオン、柴田明雄、ミドル級ゴールドメダリスト村田。オリンピック終了後、村田選手は紆余曲折を経て2013年8月にプロデビュー戦を戦いました。ボクシングの日本人の金メダルは48年ぶりで2人目ということで、プロデビュー戦は大きな注目を集め、対戦相手は東洋太平洋ミドル級王者で日本スーパーウェルター級王者でもある柴田明雄選手と行いましたが、村田選手は初回強烈な右ストレートをヒットさせ、ダウンを奪いました。そして第2ラウンドもフィジカルで勝る村田選手が圧倒し、パワフルなパンチを叩き込みました。しかし、プロ30戦目の柴田選手は、日本王者、そして東洋太平洋王者の意地からか、強烈なパンチを被弾しても倒れず、金メダリストのパンチを耐えましたが、レフリーがこの戦いをストップしました。先作ムアンフリンはムエタイ選手としてルンピニスタジアムのスーパーライト級王者になり、68戦59勝55 KO という圧倒的強さを誇りました。ボクシング転向後、当時のマネージャーが3戦目で世界王座につくと豪語し、デビュー戦はラジャダムナンスタジアムでいきなり世界ランカーと戦い、1ラウンドでノックアウトしたのです。そしてデビュー3戦目で世界王者ペリコ・フェルナンデスに挑戦し、見事に KO 勝利を飾り、公約通り3戦目で世界王者になりました。1956年メルボルンオリンピックで金メダルを獲得したピート・ラデマッハーは、翌年の1957年8月プロデビューしましたが、相手はなんと世界ヘビー級王者フロイド・パターソンでした。デビュー戦で世界ヘビー級タイトルに挑むラデマッハーは、序盤体格で圧倒し、第2ラウンド強烈な右を叩きつけ、王者からダウンを奪いました。しかし元オリンピック金メダリストが良かったのはここまででした。リングにかけろという漫画では、剣崎潤がデビュー戦で世界王座に挑戦し、見事に世界王座を奪取しましたが、現実はそう甘くはなく、
すでに33戦のプロキャリアの王者パターソンは猛反撃を敢行し、次々とダウンを奪っていきました。迎えた第6ラウンド、ラデマッハーはこの試合7度目のダウンを奪われ、最初で最後の世界戦は KO 負けとなりました。 This time, it's the knockout.